こんにちは、細木かおりです。今日も YouTube 始めます。こんにちは。よし、はい、はい、チーズ。はい、今日は大葉のジェノベーゼを使ったパスタを作りたいと思います。いやー、なぜこれを今日選んだかと言いますと、これも私が成城石井で大好きな品がありまして、それがこちらです。ジェノベーゼっていうとやっぱりバジルで、私なんかもバジルと松の実とか、まあいろいろくるみとか入れたりしてペーストを作ってジェノベーゼのパスタ作ることもあったんですけど、これを見つけてからはこれはパスタを茹でて混ぜるだけ、素晴らしい商品だと思います。なんで商品紹介なのかっていうことだけど、いやでも本当に美味しいんですよこれ。ちょっとやってみますね。はい、材料はまあさっき言ったこのソースの瓶ですね、はいはい、それから最後に大葉を乗せるので大葉、はい、あとはニンニクのみじん切り、はい、でパスタを茹でる、うん、チーズは粉チーズでも市販の粉チーズでもいいんだけど、うん、私はこのチーズを削ってパスタの上にかけるの好きなので、まあ、こういうちょっとしたことを加えるだけでなお美味しいですね。この、まあ、パスタを茹でるときちょっとお塩を入れます、うん、でいつも私がこの大好きなこのパスタの、まあ、10番これは 1.4mm、はい、まあ、6分でできます、うん、これを、まあ、こうやって沸騰している鍋にまあ入れます。はい、始まりました、はい、でこれまあ茹でてる間ちょっと時間がありますね。あ、そうそう、それで、まあ、ジェノベーゼなんだけど、はい、まあ、本当にこれだけなんだけど、やっぱりちょっと何か加えた方がいいかなっていうところで、まあ、これを今日は買いました。なんすかそれ。じゃじゃーん、はい、あ、ホタテ、すごい立派なホタテですね。立派なホタテが成城石井で売っておりました。はい、でこれは全然ホタテ、この私はこの今日ホタテにしましたけど、はい、エビでもいいと思うし、はい、タコでもいいと思うし、イカでもいいと思うんですよ、はい、まあ、魚介類をちょっと入れてもいいなと思って、まあ、このパスタができる間にこのホタテをちょっと切って、だからこれをちょっとこれぐらいに、はい、まあ、ちょっと小さく、うん、これぐらいにして後でちょっとパスタの時に和えていきたいと思います。これはね、こうやってホタテを後でやりますから、はい、でホタテはね、最初に一緒に炒めちゃうと硬くなっちゃうから、はい、もう最後にささっと、まあそれで刺身用にしたんだけど、うんうん、で今日は本当にこれだけです。まあなんやかんやホタテを切ってる間にあと、まあ、3分ちょっとでこのパスタも茹で上がりますから、うん、本当に早いからね、簡単だからね。やっぱり主婦の人って大変なんですよ。で私も本当に今はね、仕事で遅い時なんかは全部ね、みなみにお願いしちゃってさ、はい、やってもらっちゃってるけど、何作ろうみたいな時にやっぱり何も味付けしないでいいとか、もうささっとできるっていう万能なものと巡り合えるっていいよね。混ぜるだけなんてさ、そして美味しいって最高じゃん。ね、それで美味しいのがいいですよね。そう、お店の味かっていう風な感じになりますよ、このソース。でそれぐらい私はちょっと感動しました。簡単に開くってところもありがたいね。ほらこんなにね、これはなんかちょっと私成城石井のところでさ説明読んだら、鉄味なんだって。この大葉、鉄味の大葉をこう栽培してる人がちゃんと鉄味でやって、でそれをこうやってるから、なんでなんだ、そんなに量がたくさん作れないみたいなこと書いてあったね、はい、丁寧にねちゃんとこう作られてるんでしょうね。それでまあいつものごとく6分なんだけど、ここから和えるので、まああともうちょっとしたらもう私はこのパスタ揚げちゃいます。はい、まあこれぐらいでもう止めてもうパスタ揚げちゃいます。49秒で、はい、はい、よいしょ。そしたらこれをね、パスタ、で、パスタが出来上がりました。すごい、まあ、これで一袋です。これじゃ本当は当たんないんだよ、うちは。これで全員はちょっと無理なんだけど。で、まあ、ここでオリーブオイルを入れます。
まあ、ニンニクを炒めるのでちょっとオリーブオイル多めでもいいと思います。でここにもねもちろんニンニク入ってるんですけど、私はやっぱりうちはニンニク好きなのでさらに足した方が美味しいなと思って、でニンニクこれは3かけ、はい、あのみじん切りにしました。そしてこれを入れます。これあのそんなにあのフライドするぐらいまで茶色くなるまでやらないでいいです。もうこれぐらいになったらパスタ入れちゃいます。あ、もう先にパスタ入れちゃうんですか。そう、もうパスタ先入れちゃいます。それでちょっとオリーブオイルも入ってるんで、はい、これでちょっとこう入れてニンニクと和えて、うん、そしたらですよこれを入れます。はい、もうこれを入れるだけ。ほら、もうこれをねちょっと混ぜるだけだから、こうやってそれましてはちょっと足りると思うんですけど、これをちょっと加減を見ながらもう一瓶のやつは入れます。それでもうこれね本当に混ぜるだけなんですよ。ここでさっきのこのホタテ、はい、ここで入れます。このタイミングなんだ。このタイミングで入れます。だから、あんまり火通したくないんでお刺身用の方が、はい、あの半生でも全然いいわけなんで、ちょっとこうして和えるだけで、ほらこれねいい香りでしょ、シソの、ね、この瓶なのに。それでちょっとこの余ってるソースもちゃんと入れて、混ぜて完成。完成も？完成。これ驚くよ。本当にこれで美味しいんだから。なんか塩とかってのも入れてないですか？もう入れてない。これで。え、何も味付けしてないですよね。味付けしてない。本当にこれで美味しいんだよ。どうした？めちゃくちゃ早くないですかこれ？そう。だから取るほどって感じだけど。そうですね。ね。ちょっとほらこういう感じで、ちょっとほら半生でしょ。これぐらいのが柔らかいから。でこのチーズを、まあチーズを削るやつをこうやって削って、これはもうお好みでお好きなだけ。チーズをかければ。で、ここでちょっとこの大葉を盛り付けて、さらにちょっとチーズを振ってあげると、はい、こちらで完成です。早っ。早いでしょ。なんかお店でさ、出てくるみたいな。いやーね、本当にみなみはよく食べるんですよ。本当によく食べるよね、はい、でも最近は本当によくご飯を作ってくれますんで、はい、今日はご飯何しますかってこう聞いて、うん、ちょっとじゃあ YouTube 見といてって放り投げております。最近川さんが作ったやつ見てってんですね。そうです。なんか作ってくれてますいろいろ。まあちょっとぜひね食べてみましょう。はい、どうぞ。パスタ好きだよね南。本当美味しそう。もう匂いからなんか気持ち悪くなってきちゃって、空腹で。これ待ち。はい、どうぞ食べてください。じゃあいただきます。美味しいよね。美味しい。美味しいよね。これソース、何もしてないんだよ私、味付け入れただけだよ。入れて混ぜただけだよ。こんなありがたい話ないよね、主婦には。これで私思ったのは、これにあの、まあ、ちょっと昆布茶とかは足して味を濃くして生クリーム入れて、あのクリームジェノベーゼパスタも美味しいです。あ、うんうん、だからアレンジは効きますよね、いろいろ。美味しい、うん、食べてていいんですか。うん、うん、ホタテ食べてみなよ。これ思った今、カルパッチョとかいいかも。うんうん、ねえ、うん、やばいですこれは。いや本当に美味しい。うん、美味しい。うん、なので味付けいらず混ぜるだけなのでぜひ。
ぜひ皆さんも作ってみてください。そして YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。